田中義和は日本の料理人。カレーのチャンピオンを運営する株式、外社チャンピオンカレーの創業者。現在の金沢カレーのレシピを初めて考案した人物。石川県出身。父、田中慶三郎は山中温泉でも腕を振るった和食の板前で、その影響で料理の道に進む。16歳で養殖の道を志し、当時金沢市内にあった。 頑固堂という洋食屋の店主の紹介で東京の東洋圏へ修行に出る。その後、修行を終えた田中は北陸に戻り、石川や富山を中心にレストランやホテルで勤務し、そのうちのいくつかでは料理長を務める。1956年からは鉄道交際会が運営母体であるレストランニューカナに初代チーフコックとして勤務します。 1961年に独立し、金沢市高岡町で養殖田中を開業。現在の金沢カレーの源流のカレーを提供し、人気を博したことにより、徐々にカレー専門店化していく。1971年、常連客で銀行員であった岡田隆史との共同経営でターバンカレーを立ち上げるも、2年ほどで共同経営を解消。野の市に移転し、 天名に名字を足す形の田中のターバンとして営業を続ける。1996年天名をカレーのチャンピオンに変更。ありがとうございます。